クシナーにルシファーを。レディースエンジェント、どうもドラム佐々木です。はい、ということで、クシナダルシファーでポコポコにしていこうかなと思います。はい、レディーゴー。バープを出させないっていう、オロロロロロ。ワープを出すことはできないから、はい、上を倒せばお決まりマンモスだよ。いや、なんで負けやすいんだ。ファイヤからバトル3ですと。いや、どこまでねルシファーはクエストを破壊していくのかということで、もうねほぼほぼねほぼ全部破壊してきたからね。さ、ここもね多分めっちゃ強いんじゃないかなと思います。うえー、マジか。さすがやなルシファーよ。うわやば、これ2体当たるやろ。当たってザクザクする。うーわ効かねえな。どらで中ボスかな。いや下入れよ。はい、ボスです。やばいな、ちょっとまだ3分しか経ってないんだけどな。いや強っ。減り方がおかしいからな。上に戻ってこい。ああ微妙。そう、十字レーザー食らうんやんって。あ、ふざけんなよ。バトル7。さあ、これも4分台頑張ればいけるかもしれないな。はい、先に倒しておいて、はい、ワープ出る。で、あとはもういける。痛くない。ファイヤー、痛くも痒くもない。カータのせい、いじめだなこれ。これはね、いじめという文字なんですな。
たびたまえ。つまらないつまらないつまらない。さあ雷切りでザクザクしちゃうよ。終わったな終わったな、もう多分もうこれ終わったな。あとは戦わせれば終わるでしょ。ルシファン完璧した完璧。残るんか。100点カモンした。あーそこか微妙。よし、バーガリザク。はい、さよなら。パン OK ってことで、今回はクシナダにルシファーを入れてボコボコにしてみたということで、皆さんもね、超絶で、ルシファーを やってみてくださいということで、以上ドラム佐々木でした。ということで、バイ。